皆さんこんにちは。地球に優しいエンターテイナー、ホストの春日まれです。このポッドキャストでは、毎日身近に起きている小さな出来事から、社会や世界といった大きな枠組みの中で起きている出来事まで、さまざまなトピックについて知って、考えて、言葉にします。そうすることで、自分にとって大切なこと、自分らしさを見つけることができ、さらに他者への理解を深め、敬意を持つことができると考えます。それが優しい世界を作るために、私たちが今すぐ踏み出せる一歩であり、その一歩がリスナーの皆さんの一歩につながるように。聞きながら一緒に考え、ありのままのあなたとみんなを愛してみませんか。Be Hope, Be Mare。 こんばんは、マレです。第1弾ポッドキャスト始めてみました。はい、今日はですね、夕方、何もなかった日、家でついに録音を始めているという状態でございます。これなんで始めようかなって思ったかというとですね、ご存知の通り、私は喋るのが大好きなんですね。でね、インスタライブとか YouTube とかもいろいろやってみてはいるものの、やはりこう動画を編集したりだとか、そういうことに気を取られてしまって、話すということに集中できていない自分がいた。さらには聞いてもらう人にもですね、通勤中とか通学中とか、あとこうふとした時、ぼーっとしたい時、お風呂に入っている時、料理をしている時、手芸をしている時などなど、なんかながらでまったり聞いてもらえるものはないかなと、資格を奪わないものは。ということでね、私自身もラジオとかポッドキャスト聞くの好きなんですよ。で、自分話すの好きなら話してみればいいんじゃないっていう感じで始めることにしました。細々と続けていけるように頑張りたいなと思います。まあね、話すネタは多分永遠に生きている限りあり続けるので困らないと思うんですけど、この録音するという、作業を頑張っていければと思ってます。もうまったりね、楽しく、ここでしか話せないことも、ブログとかに書いて文字には残せないこととかもね、ここで話していきたいなって思います。というわけで、今日は第1弾だからどうしようかなって考えながら、今私が手元で見ているのはインスタグラムのストーリーのアーカイブなんですよ。ストーリーに投稿したものって後からでも全部見れるって知ってました？そうなんですよ。でね、私はね、ふと思ったんです。今年がもうすぐ終わるなと、終わるなという時に、今年って季節感じたりする暇というかね、機会があまりなかったと思います。気づいたらなんか夏が過ぎて秋になっていたみたいな。うちの前に公園があって、木がね生い茂ってるんですけど、その葉っぱを見ていつも季節をこう認識するんですよ。気づいたらもう散ってましたねという感じで、安全に気をつけながらも外にね出たりはしてた方だと思うんですけれども、今年一体自分は何をしてたのかなっていうのを話しながら思い返してみたりしてもいいんじゃないかなっていうことで思い返していきます。でね、私は自分でルールを決めたんですよ。すっごいおしゃべりなんで、話し出すと止まりません。なので時間をポッドキャストだし30分っていうふうに決めて、で、そこ30分経ってしまったら次回に繰り越しっていう感じでやってみたいなと思います。というわけでアラームをセットします。自分でも何を一体話すのかよく分かってない。いきます、スタート。ディーン、はい、始まりました。ではね、ストーリーアーカイブ見ております。まずね、すぐに始めたことがあって、それはインスタライブですね。はい、
始めてます。4月頭にインスタライブでは歌を歌ったり、あとコラボを積極的にしたんですよ。ジーザスクライストスーパースターインコンサートアットシアターオーブ、去年の10月、今思えばなんか尊いことですよね。世界中からキャストが集まってやったんですけど、その時に一緒に共演したアンサンブルアーティストの仲間たちをお呼びして、曲をね披露していただいたり、ちょっとトークをしたりっていうのをやりました。あとはインスタと別に YouTube ではスマッシュキャバレーの、オープンマイクですね、これもプロデューサーの真夏さんと、いやとりあえずなんかやろうってことで、オープンなのでいつも審査とかあるんですけど、誰でも参加したい人が参加できて、で世界中の人たちの前で歌えるっていうオンラインを通して、そういうのもやりましたね。この辺はもうあれですよ、ギア入って何でもいいやったるぜっていう感じになってますよ。あとね、妹とダンスにハマって、フィットネスマーシャル、これ YouTube にあるんですけど、バリッバリ腰振って汗だくになれる説明の仕方雑だな。なんか話題の、ポップス、最新のポップスに合わせてエクササイズしながら踊るっていう、すごい汗かけるんですよ。やっぱ外に出ちゃいけなかったから、で自分も出たくなかったので、出ないで家で大量の汗をかけるっていうのはね、すごく良くて、最近久々にまたやりましたけどね、これにハマってましたよ。あとはそうですね、 YouTube でお互いに別の場所にいる人と動画を撮って、それを、合わせて一緒に歌ってる風にするってやつ、これ結構流行りましたよね。やってました。はい、そんな感じでSNS やインターネットなど最新技術を駆使して駆使できてたのかな、かなり緩い感じでやってましたけれども、最新技術を使ってアートエンタメを、絶やさず頑張ろうっていう風にやってましたね。これがねアーティストの活動の方で、もう私環境保護活動にとても興味があってやってるんですけど、そっちの方はロスフラワーって廃棄されちゃうお花を助けようっていうので、かなりねおうち時間がその活動を促進させてくれましたよ。5月母の日があったじゃないですか。で今年農林水産省も母の日ではなく5月全体母の月にして、カーネーションの廃棄量が多くなってしまうであろうということで、それを少しでも廃棄を減らそうっていう風に母の月って決めたんですね。で私がお世話になっている株式会社リンというロスフラワーを救う会社があるんですけれども、私はそこのアンバサダーをやってて、で栃木のカーネーション農家さんの廃棄してしまう綺麗な、まだ綺麗な、全然綺麗なお花を買い取らせてもらって、それをドライフラワーにしてサシェというね小物雑貨を作るっていうのを、私あんまりこういうの今までやったことなかったんですけど、やっぱスイッチが入ってね、お家にいてもいろいろ楽しいことあるんだっていうのは本当に学んで、それをさらにね皆さんに買っていただいて、皆さんもハッピーになってくれてっていうのを声とかも聞けたので嬉しかったですね。今でもね作品作りはコツコツ続けています。武蔵五日市って東京なのって思われる方いるかもしれないですけど、東京の西の方にあるニニフニさんっていう、無国籍料理のレストランで、自然食品を扱ってるんですけど、そこのねちょっとブースにも作品を置かせてもらってますよ。あとロスフラワーの方では、お花の背景がこんなにあるんだよって現実を知ってもらおうってことで、花歌ハッシュタグ花歌というのを自分で考えて、原田真彩ちゃんというねミュージカル俳優さんと一緒にお花にまつわる歌を歌うっていうのをやりました。その歌からロスフラワーをね知ってもらえたらなってストーリー見てたらさ、髪染めたんですよね、暇すぎて。暇って言ったらなんか気分が上がらなくて、ちょっと
見た目変えようかなってことで、初めてね、私全部染めたことはなくて、ずっとインナーカラーとかなんか部分的にとかだったんですけど、あの初めてって言っていいのかな、あの薬局であれ買って染めてみましたよ。結構気に入りました。はい、今はもうあの美容室で染めてます。いや初めてじゃないんですよ実はね実は嘘つくねよって思うかもしれないんですけど、実は中学2年生の時にミュージカル、子供ミュージカル葉っぱのウレディっていうのに出て、でその時にね葉っぱの役でちょっと恥ずかしいんですけど全身緑スパッツみたいな感じなんですね。でその時に緑全身スパッツだと髪の毛の色が黒だと結構ミスマッチなので、できれば中学生夏休みの時だけでいいので髪を茶色にしてもらえませんかってことでしたことはある。あるけどね、眉毛の色と合わなすぎて結構その時は私は茶髪は似合わないんだなって思ってました。はい、うん、そうだね。あとはもうね、今見ながらやってるんですけどね、ストーリー、インスタグラムのストーリーのアーカイブを、YouTube いろいろやってますね。うん、歌ってる、基本的に歌ってる。やっぱ歌わないとあれだった。で誕生日ってんですよ、5月14日。そうそう、誕生日はね、あの寂しいの嫌だから、家族と一緒に暮らしてるんでね、そこはすごいパーティーとかして楽しいんですけど、やっぱなんかやりたいなってことで、もう朝からお忙しでしたね。朝は上田明子さんってミュージカル俳優兼ヨガ講師の明子さん、あっこさんにヨガを教えてもらおうっていうので、友達も集めてオンラインでヨガをし、その後大学の時のお友達で今お菓子をねカフェでお菓子作ってるリサちゃんとオンライン上で同じメニューを作るっていうのを生配信でやりからの、翻訳ですね、歌詞の和訳をみんなでやってみるっていうのをねやりました。そう、すごい楽しかったんですよこれ。 Jagged Little Pill っていうあのトニーノミネートされてますけど作品の曲をみんなでディスカッションしながら訳してみるっていうのがね結構勉強になって、これ楽しかった、これ普通にやりたい、てか普通に学びたいし有意義でしたよねこれは。うん、その時にね、あの高校の時の友達も参加してくれて、ズームの背景変えられるじゃないですか、あれをハッピーバースデーとかやってくれたり、あといつも応援してくれてる子があのイラストを描いてね送ってきてくれたりして、すごい嬉しかったですね。やっぱ企画してよかったと思いました。誕生日はあのプライベートでは家族が料理をしてくれて、でそれがあのミュージカルの作品の作品ごとにそれに合わせた一品があったんです、一品を作ってくれたんですよ。うん、これはね面白かったですよ、すごく。バンズビジェットのエジプトの料理とか、ハミルトン、アレクサンダー・ハミルトンの生まれた場所の、料理とかね。ウィキッドは緑と黒、ん？え？緑と黒？ウィキッド。ハテナになってる。そうですよね。うん。の料理とかね。緑と白か。緑と黒と怖い。はい。そんな感じです。まあ、そんな話はどうでもいいと思うんですけれども。誕生日プレゼントもねいろいろもらったんですけど、あのパパがアイマッサージャーをプレゼントしてくれてこう電気でホットアイマスクになったり、あとこうマッサージ揉みほぐしてくれるんですよ目を。これがめちゃめちゃいい。私あんま睡眠の質が高い方じゃなくて、これにすごい助けられてます。パソコンもかなり見るのでね、これおすすめですよ皆さん。はい、あとダンスしてましたね。今より全然してるわ。えらい。おうち時間序盤 4,5 月の自分を褒めてあげたいと思います。はい、そして歌い続けての、はい、雨漏りのするキャバレーね、懐かしいな。これ CD がやっと完成して、今お買い求めいただいた方に届いているみたいで、皆さん聞いてくださってますよ、ありがとうございます。雨漏りのするキャバレーはですね、熊本里乃さんと戸谷風太さんという2人の、若手クリエイターユニット
ネムキットっていう2人が作ったミュージカルなんですね。のタイトルが雨漏りのするキャバレーで、これ私オリジナルキャストとしてオーディションを受かって、出演者になったんですけど、これあれですね、今日雨漏りのするキャバレー関連で結構話そうかな。うん、伝えたいことがたくさんある気がします。話して出てくるんですけどね、まあ、これ12月、去年の12月にオーディションがあり、受けて、ありがたいことに受かりからの稽古しての2月3月で稽古中断のリモート稽古ですよ。ズームを使って、まだできてない台本まだできてない歌をズームを使って少しずつパズルのピースをね集めていくような感じで制作していただき、私たちはそれを演じで、完成して、でも上演ができない、でも完成、台本完成したんだから上演しないでどうするってなった時に、CD にしますというふうにお知らせをされ、リモートレコーディングをし、そして CD がようやく完成したっていう、もうねほぼ1年がかりですね、これは。オーディションから数えると、11月に、私ももうすぐ CD を受け取るのでほぼ1年がかりなんですよ。でね、これの面白かったところはたくさんあって、今年このコロナ禍で、自分が出演したって言っていいのかな、 CD ですけど、出演者作品の大切な作品の一つになるので、いろいろねその辺を今日深掘りしよう。これ普通にミュージカルって考えたら、脚本家が脚本を書き、作曲家が曲を書き、そして演出家が演出をつけるっていう流れだと思うんですけど、簡単に言ってしまえば、この作品はオーディションを受けた時点で、っていうかキャストが決まった時点で台本には一文字も書かれてないんですよ。でまずワークショップっていうのをやって、お互いのことを話したりだとか自分のことを話して、でいろいろテーマに沿ってエチュード、即興みたいな芝居をやっていったりしていく中で、脚本家がそれを見て話を作っていくっていう、なのでどこからがリアルでどこからが作られたものなのか、なんかセリフをこう台本もらってセリフを読んでても、あ、これ私言ったことだなとか、これなんか口調私に似てるけどこれは言ってないかとか、なんかだんだん混乱、いい混乱をしていくんですよね。で私はキッコっていう役をもらって、もうなんだろうな、結構歌聞いてくれた人とかから言われますけど、ほぼマレだよねみたいな言われるんだけど、私もそういう意味では自分だと思ってやってますし、普通だとなんか役になりきるとか役作りとかあるんですけど、なんかその仕方がわからないみたいな、本当に不思議な体験というか経験というかをしました。で不思議なんだけど私はすごい好きで、むしろこの方が難易度も高いし、でなんか作品をやるっていうことだけじゃなくて、じゃあ自分の考えはどうなんだとか、あ、周りってこういうこと考えてるんだとか、もいろんな、もう社会的にそして世界的に物事を知れる作品だったんですよ、やっていく中で。だからその、上演という形ではないですけれども、 CD 手に取ってくださった方が曲を聴いて、セリフも入ってるんでね、全部頭からお尻まで聴いて何を思うのか、もう見た人で次集まって、私なんかディスカッションみたいなやりたいぐらいなんです。はいちなみに私の歌で、あの怒ってない、別に怒ってないよっていう一節があって、そこがキャッチーすぎて、あの家で練習してるんでね、リモートで家で歌ってるんで、家族漏れてる声聞いて覚えちゃうじゃないですか。で私がちょっと機嫌悪いかなって思うと、あの母や妹が、え、マレ怒ってるって振ってくれて、私は機嫌が悪かったとしても怒ってないと歌うとすごくハッピーな気持ちになるっていう、定番のネタができました。はい、皆さんもぜひ怒ってない使ってみてください。
うん、歌もやっぱね自分が言ったこととかが出てくるんですよ。でこのキッコって役が一体どういう役だったかって簡単に言うと、私も久しくキッコさんに会ってないのであれなんですけど、今机のね、あの私のデスク前にネムキットのブロマイド写真とか飾ってるんで、そのキッコを見ながら思い出しますけれども、まあバリキャリーお仕事を頑張っていて、 できる子なんですよ。できる子なんだけれども結構孤独な方で、で孤独になってしまう道を意外と自ら歩んでいるのに、やっぱ孤独なのちょっと辛いみたいなタイプ、まあ、そこが私と一緒なのかそうでないのかは皆さんの想像にお任せしますけれども、そうで、キッコさんはねもう女性の立場っていうのとかを守りたい、女性の、力権利というものをしっかりと構築していくべきだっていうのを言葉で言える人、言葉で伝えようとする人、そこは本当にこうおじけつかずに、だからこそ怒ってるって勘違いされちゃうんですけど、まあ、彼女としては怒ってないらしいですねで私本当にフェミニズムは興味があって、興味があるって言い方も変なのかな、だって、まあ、みんな考えていることですからね、フェミニズムを自分してるって思ってなくても潜在的に多分皆さんそれぞれそういうことに対して思考を巡らせることあると思うんだけど、いつだあれは、去年なのかな、去年だね、私フェミニズムについてみんなで考えてみようっていうイベントもちょっと企画したことがあって、まあ、身内のね小さなイベントだったんだけど、私の幼なじみで優香って子がいて、優香は本当に頭のいい、そしてなんだろうな、なんて言ったらいいの、こう器がでかい、そして学ぶことをやめないアンテナが多い、もう言い出したきりがないんですけど、その優香が、まあ、フェミニズムについてすごく知識があったから私も知りたいし、私よりもフェミニズムをまだ知らない人もたくさんいるからってことでイベントやったんですね。でそれがさらにこう大きなきっかけとなって、その後もすごく考えるようになったし、自分でもこう発言をしていくようになったんだけど、なんだろうな、結構普段私が付き合う高校の友達とか大学の友達とか家族とかそれこそ地元の幼なじみとかって、自分に考え方が似てるんですよね、わりかし。で似てる人と居心地がいいから、結局20年30年40年って多分この先生きていくと自分と価値観合う人しか周りにいなくなっていくと思うんですよ。でそれで私は全然いいと思うんだけど、ってなると結構舞台とかやってて全然違う人たち、コミュニティ、そこを一人くくりにするのもどうかなって思うけど、そういうところに飛び込んだ時に、あやべえ感覚違うかもとか、価値観のズレ生じていますねっていう時があるんですよ。でこれ別に誰とも何ともそういう話じゃなくて、皆さん経験することはあると思うし、こうすごく広い視野で私も言ってるんですけど、でねフェミニズムに関しては結構いろんなところでズレ感じたりとかあるんですよ、うん、でまあ私はなんだろうな、考えすぎなのかなって思うこともあるけど、一度アンテナ立っちゃうとそれ折ることってできないんで、結構そこは辛いというか、まあ、無視はもうできないなって思って生きてます。すごい硬い話になってるけど、でも本当にフェミニズムってなんか難しいことではないなって思って、私はもうその、ね、B ホープ B マレって言ってますけど、自分が自分として生きるっていうことにフェミニズムは必要なんじゃないかなって、もし自分がこうしたいって思ってることを何らかの、じゃあ自分が女だからそれができてないってなってしまうと、自分がしたいことと女だからしたいこと、女だからできないことっていうのが、そこはなんか性別が邪魔しちゃいけないんじゃないかなってもやってするから、フェミニズムについて考えることが悪いことだとは絶対思ってないっていう感じ、
うん、まあね、父親とかとは結構これで議論することありますね。で、私の妹、今大学4年生なんですけど、彼女はバリバリ頭が良くてすごく考える子なんですよ。で、私もこういう話好きだから結構盛り上がります。お風呂とかでのぼせながら2人で話したりするんですけど、ってなるとやっぱそういうのを話し込めば話し込むほど、なんだろう、絆深くなっていくじゃないですか。で、その私と妹で、じゃあ父親と3人、父親交えてってなった時に、もうずれ生じてくるわけですよ。ただ私本当に思うのは、それをなんか、なんだろうな、その人の考え方を変えようとか、その人に変えられてしまおうとか、なんかそういうことするのって戦争だなと思っていて、その人を変えようとするんじゃなくて、私たちはこういうふうに考えています、で、それをその事実を理解してほしいじゃないね、受け入れてはほしいなっていう感じだし、私も考えが違う人のことを受け入れはしたいなって思います。なんかバーンって壁を立てて跳ね返すっていうのと違うなって、やっぱ受け入れて、尊重して、だけど私はこう思うんだよね。だってあれじゃないですか、なんか居酒屋行ったとして、ビールの人がいて、ビールは無理だから私はハイボールって人がいた時に、そこで、はい、意味わかんねえ、なんでよお前ハイボールなんだよ、ビール飲めよみたいな、ならないじゃないですか、うん、なんかそういう話でいいと思うんですよねえ、これわかります？なんか私すごい本当に口から生まれてきたんでこんな感じなんですけど、本当になぜかジェンダーとか、例えばなんだろう、政治、例えば誰を支持してるとかね、あとお金、あとは何、セックスの話などなどになると、何、日本人だからとかじゃなく、なぜか重いことみたいに、もちろん 大事なこと、大切なトピックだと思うけれども、重いからといって言いたいこと言えない、話せない、話したらちょっとやべえやつと思われてしまうのではってなっちゃうのが、すごい自分は悲しいなとかいうね、今のいろんな思いとかをワークショップでたくさん語ったんです。雨漏りのするキャバレーのね、皆さん覚えてます？今その話から来たんですよ。で、出来上がった台本で、出来上がった役がキッコだったので、本当にもうワークショップでいろんなことを私も考えましたし、それをね、同じキャストの人たち全部で7人と話せたことが何より嬉しかったですね。こんな話を普段友達はなかなかできないと言いつつ、私の友達はそういう話を一緒にしてくれる子ばっかりなのであれなんですけど、っていう作品だったです。でね、リモート、そうだ、リモート稽古についてとかもちょっとあれ話しますと、まあ時差があるわけじゃないですか、ズームでお芝居するんですよ。で、自分の顔が見えちゃってることが大半で、それもすごく変な感覚でなんか鏡見ながらお芝居してるみたいな。あとはね、演出家の顔が見えちゃうから、すごいやってる間気になるとか、いろんな障害を乗り越えて、ズーム稽古にもね、だんだん慣れてやりましたね。一回恥ずかしかったのは、休憩5分してくださいって時にミュートにするのを忘れたまま、冷蔵庫の方に向かってって、え、コーラある？みたいな、え、ないって言って、え、嘘、どこ？え、冷凍庫だよ。え、冷凍庫？え、コーラ凍ってんじゃん。え、飲めんじゃない？飲んでみる。え、甘っていうくだりを全部キャストに聞かれてたっていうのは結構恥ずかしかったですね。まあ、ズームいろいろありますよね、そういうのね。ズーム皆さんどうですか？結構使いましたか？私コロナでステイホームってなるまでズームというもの知らなかったですね。結構前からあるんですよね。で、使ってみたら本当に、なんだろう、だんだん慣れてくし、今でも結構、最近だってまた使ったかな、一度使わなくなったんですけど、あとは何、インスタライブとかいろいろありましたけどね。
私は何が一番好きだったかな、やっぱ YouTube、 しゃべるのが好きだから、あの YouTube で、ハミルトンというミュージカルの解説をやったんですよ。それが、自分の中、自分のチャンネルの中では今のところ一番人気に なりましたね。っていうのも本当に喋ったんですよ、よく。であれは妹がね、いつもアドバイスくれるんですけど、あれも妹のアドバイス付きで、いやお姉ちゃんと、10分もある解説動画は、見ません、タレントでもないしね、私女優でもないですから、まあ、何そのいわゆるテレビに出てくるようなねではないですから、ってことはまあ長くても7分じゃないみたいな言われたんです。ただアレクサンダー・ハミルトンって全幕 2.5 時間で、でラップだし、まあ内容が多いんですよ。えどうしようと思って、とにかく1日に朝から夕方までかけて台本を作ったんです。スクリプトを書きました、書き起こしました。でそれを超最速で読んだら何分でいけるのかっていうのをやって、でも10分とかだったんです。でそこからさらに削って、で6分半になったっていう、もう努力の賜物があれで、でそれ投稿して、まあ数ヶ月後ぐらいかな、あの「愛しき僕の時代」っていうミュージカルで、脚本、そして、作詞、そして演出を務めた西川大輝さんというミュージカル俳優さんがいるんですけど、西川大輝さんがあのツイッターであの紹介してくれたんですね、私の動画を。でその時に、あの早口すぎるので 0.75 倍速、つまり若干のスロー再生ですよね、がおすすめですって書いてて、私その時初めて、あ YouTube ってスロー再生できるんだっていうのも知ったし、結構多くの人が聞き取れてなかったっていうなのでなんか6分半にした意味、まあでも6分半ってこうね、サムネイルに書いてあると、なんだろう、聞こっかなって気に なったのかなとは思うんですけど、まあ、結局はスローでね聞いていただいた方がいいのではないかなっていう。ポッドキャストこれあれですよ、私できるだけスローで落ち着いて話そうっていう努力はしているので、どうですか、なんかあの聞き心地が微妙だったらぜひクレームを受け付けておりますのでお願いします。結構あの砕けた言葉遣いとかもしてしまうタイプなので、あのそれがお聞き苦しいようでしたら、あのしっかりとあの丁寧語でねやらせていただきたいと思いますので、メッセージお願いしますって。これメッセージってどういうとこから送ってもらうものなんでしょうかね。はい、まあ雨漏りのするキャバレーの話と、今日はなんかちょっとハミルトンの話とかもしてみました。え時間がねあと何分あるか気になってみます。もうあと1分でした、やばー、よう喋るな私、まあ、こんな感じで次回も、雨漏りのするキャバレーの次ぐらいかからちょっとコロナのこの1年何をしてたのかなってのを振り返りながらも、私のいろんな考えとか話していけたらいいなと思います。あのねミスジャパンっていうのにエントリーして、東京大会のファイナリストというかね、まあコンテストとかファイナリストじゃないコンテストになったんですけど、その時の話が結構盛りだくさんすぎて長くなるかなとも思っています。みんな聞いてくれてありがとうございます。なんかこういう話も聞きたいよとかあったら、ぜひ SNS などでコメントください。もうねアラームが鳴ると思います。はい、鳴ります、聞こえます、はい。というわけで皆様良い一日を、良い夜を、お過ごしください。ありがとうございました、バイバーイ。